3試合ですおー、ね。長浜出てきました。子供にも人気があった長浜。はい、もうそろそろ見れなくなってしまいます。ぜひぜひご介入、ご介入よろしくお願いします。あ、長浜ちょっと髪の毛なんか、あ、ちょっとなんかおしゃれしてますね。おしゃれしてる。で、大畑さんですね。長浜大畑組、なんか珍しい組み合わせですよね。そうですね、うん、あんまりこの2人が2人だけで組むってことない、組むってあんまないですもんね、うん、まあ3人とかになったらね、6人タッグとかではありますけど、うん、大畑が長浜に切れないかどうかも見ものそうですね、うん、しこの試合で全一応前哨戦なのかな。前哨戦これで、そうですね、あのタイトルマッチのちょっと前哨戦タッグの、うん、はい、長浜にとってはタイトルマッチの前哨戦になるので、はい、これでね、どんだけ相手にこうちょっとやばいかもと思わせるプレッシャーというか、また相手の手の内をこういかに探っていくかっていうのが、うん、あ、ご機嫌な人たち入ってきましたね。ご機嫌な人たちタオル回し、あ、結構なんかタオル回してる人もみんな回してますね。あれなんじゃない、多いんじゃないですか。暑かったですからね、この、うん、あ、すごい人気、すごい人気だわ。山さんもすごい人気ですね。あ、おじいちゃんもなんかチェイさんは優雅な感じでちょっと優雅な感じですねみんなやっぱりこう優雅ですね、うん、なんか浴衣がのなのか、はい、着物なのか、私、はい、ご機嫌ババアだと思ってたの。 BBA です、うん、ババア、ババアではない、まあ、ババアなんですけど、ご機嫌ババアだと思ってたら、はい、ご機嫌 BBA だったのね、はい、正しくは BBA です、ね、BBA。 お、これが BBA ポーズですね。チェリーさん本当にお綺麗ですね、うん、年齢不詳だよね。不詳ですね、うん、孤独死しあれ面白いですね。面白くてツイッターが、はい、孤独死しちゃうんじゃないかっていうおやっぱ跳ねられるよね。前哨戦ですからね、うん、ポイポイ。あ、二人ともおっぱいがでかい。あ、ここ、こっちのあの、長浜のチームですね。長浜大畑チーム、はい、巨乳ちゃんです。巨乳対貧乳かな、どうなんですかね米山さんってどうなんですかね、わからない。チェリーさんの方が私より全然年上です。4つぐらい、そうですね、4つぐらいだかな、多分4つ以上かな、はい、4つ、おお、うん、おお、女子プロレスですね、うん、なんかね、おつるんって抜けるの。お、長浜いいキックしますね、うん、最近結構長浜楽しそうに試合するんで、なんかね、顔が笑ってる、はい、で結構キックもいいキックしたりとか、うん、キック練習してるもん、うん、動きは悪くないですよね。でもちょっとやっぱ体が重そうだよね。体はちょっとなんか丸っこいですけど、うん、丸っこい、動きは悪くないかなっていう。お米山さんやられまくってますねおお、おお、なんか姉妹みたいだよね。そうですね、なんかこれこれこれダメでしょこれまあまあこう、まあまあこういう楽しいあれですからダメでしょここ押してますね。押してるね。お、これはちょっと、あー、感覚、あー、ああ、投げそうはさせない。あー、こっからもう一気に、あ、やばいやばい、あ、これがベテランのなせる技です、ね、ババアのなせる技ですよこれすぐペース持ってっちゃいますね、やっぱり、うん、最初のね、勢いは長浜がすごい、ね、これ、ね、多分ね、若さとを胸に嫉妬してると思う米山さんなんてめっちゃ座って休憩してますからね。休憩してるしそんなのありっていうぐらいなんか普通にあの観覧車っていうかお客さんみたいになってますからね自由ですね、うん、ああ。
本当にね、痛いからね、あれ。これ結構あのブチブチって切れるから。リングをあのこの試合の後とかに掃除すると、うん、毛の塊が大体落ちてるんで、あ、チェリーさんだと思って。本当にこのババア本当に大変、もう痛いから。毛玉みたいなのが本当落ちてますからね、毛の塊が。ひんむいてる。ちぎって引きちぎってますね、もう。うん、髪の毛きれいきれいしてる人にとってはもう本当嫌でしょうね、きっと、ね、大事な髪がみたいな。多分あの怒りを買うだろうね。うん、あの毛先とか痛んでそうだ。痛んでるからすぐ切れると思う。すぐ切れそうですね。うん、これ毎試合絡んでて、うん、毎試合髪の毛ちぎられてたら多分長間の髪の毛は、うん、どんどん短くなってる。どんどん短くなる。勝手に散髪されてる。散髪されてるかもしれない。お。バーバーアーBBA ですね。決まりましたね。お、腕攻め。お、野上さんも出たからな。なんか二人ともハムスターっぽい。あ、そうですね、小動物っぽいですもんね。小動物っぽい。あー、手外す、外す。宮山さんもテクニシャンですからね、うん、意外とね、意外と体の割にはね、飛んだり跳ねたりとかしたりとかするから、うん、グラウンドも上手です。いろんなことをする、うん、あ、タッチしたけど、あー、左。こういうなんか古速な戦術が、ね、あ、巴投げ、あ、ちょっとちょっと、これちょっとレオリー頭、長もバカになっちゃう。もともとそんなに頭良くないのに、もっとバカになっちゃう。そうですね、一個ずつなんか言葉が消えていきそうです、ね、そしたら話は短くなるかもしれない。そうですね。おいいキック。あ、帰ってこい、帰る。あ、帰ってきた。よし、大型。お、強い。お、すげえ。一人で一気に二人を。ダー。宮沢さん潰れてますね。一気に投げ倒してきました。タイヤしてました。お、綺麗。大畑のね、プランチャーすごい。ボディープすごい綺麗ですよね。うん、写真に収まってん、そのみんななんかファンの人が撮る、はい、あ、そう、いい瞬間をちゃんと撮るんですよね。でもあれはすごいなと思うの、ファンの人の写真撮り方が。撮り方もね、そうですよね、いいタイミングで、いいタイミングで撮ってんなと思って。あー、ちょっとレウリーレウリーちょっと何してんの。いやいや、もうチェリーさん勝手手取ってなんか連れてったんですよ。ちょっと何してんの。ねえねえ、ホール乗ってるよ、ホール。めっちゃ思いっきり腰踏まれてますから。怒られてるから、よくやられるんすよね、これ。チェリーさんひどいんだよ。人なんかいいように使いやすいんじゃない。本当に悪い人ですよ、チェリーさんは、うん、こうやって改めて見ると悪いね。やっぱり年の功でね、知恵がついちゃったの。悪い知恵が。悪いことするのは、うん。やられる側に問題があるってよ。それ自分の話ですからね。そう、多分そうだと思うよ。ちょっと大畑さんも攻められて、うん、この3人テクニシャンだよね、長浜以外。そうですね。お、1人加入しました。ありがとうございます。あ、ちょっとグルグルパンチとくれちゃって。おお。抑えろ。あ、お、そして長浜にチェンジ。
お、キック連発。これ今3回目で、3、うん、4、お、お、熱いのによく飛んでる。5、お、まだ行く。いけいけ、お客さんも乗ってる。6、10回ぐらい、あー、もう行かないか、10回ぐらい行くかと思ったんだけどな、うん、お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 、あ、チャーシュー成功、綺麗に決まった。でもちょっとね、急降下なんで、ね、チャーシュー。ドーンって。ドーンって、まあ、綺麗に決まりましたね、うん。よかったですね。お、お、お、ブレバサー。最近よく使えるようになって。長浜もね、いろんな技をこう使えるようになってきて。だからもうちょっとテクニックがついたら、そうですね、はい。なかなか不器用な子で。意外とスタミナはあるから、ね、うん、本当に細かい技術ですよね。うん、お、お、お、すげえ。あの、桜落とし抑えろ、しっかり抑えろ、まずい、さあこの辺からこう一気に行きたいとこですね、畳みかけたいね、はい、この二人を藤山さん結構疲れてますね、あ、お、お、でもすげえ、あー、すげえ、すごい、二人一気に倒すってすごいですよね、うん、あ、来ました、これご機嫌 BBA のご機嫌ババア連携、連携技、ドーン、で、チェットボード、お、返す返す返す、あー、カット、やばいですね、もうがっつり今最後乗ってたんで、ね、もう終わったかと思った、やばいですよこれ、やばい、ここもう一頑張り、やばい、ちょっと耐えろ耐えろ、ここでね、勝ってちょっとね、はあ、勢いをつけたい、勢いつけたいですね、あ、危ない危ない危ない、おお、おまいこと、ナイス連携、うまいうまい、もうちょっとしっかり抑えろ、あ、惜しい惜しい惜しい、いけいけ、あ、お、もうちょっと、もうちょっと、うん、よしよし、よし、しっかり、そう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 、しっかり抑えろ、しっかり、あー、お、お、おお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 、そう、何回回ったんだろうね。あれすごい回ってました ね。あれ絶対目回るっていうか、うん。多分私だとあんなに回れないと思う。ドンドンってなる。ガタンガタンって。あれでも本当どっちが上に乗ってるのか錯覚してわかんないですよね、うん。ちゃんとこう計算してるっていうか読んでないと。読んでないとわかんないと思う。はい、あ、そしてもう終わった後に。いじめられてる。やってますね。あれ大畑どこ行っちゃったの？あれ、あれ気がつけば、まあ、この絡みに関係ないから帰ったのかな、あ、そしてマイク、今日は我々の BBA の発祥だから、もう悪いな、悪いババアだな、ほらやっぱり嫉妬してんだよね、そうですね、お、なんか、なんか、最近この人はそうやって言うよね、急に爽やかになってねこの裏表のあの女目でも可愛い可愛い、40超えてるのに可愛いと思っちゃう、急にアイドル化して、うん、長浜ちょっとやっぱ悔しそうですね、うん、長浜に足りないもの、うん、なんだろうね、やっぱ経験値かな、まあそうですね、うん、と相手、ま、真っ直ぐ行くだけじゃ多分勝てない、うん、まっすぐすぎてもね、うん、そうですね、まだね